福岡市地下鉄や JR 鹿児島線で今朝、故障や不審物のトラブルが相次ぎました。この影響で通勤ラッシュの時間帯に運休や遅れが出ました。福岡市交通局によりますと、午前4時40分ごろ、福岡市西区の姪の浜車両基地で、電気系統に何らかのトラブルがあり、ポイントの切り替えができなくなっているのが確認されました。福岡市地下鉄の列車を基地から出せなくなったため、ポイントの切り替えをすべて手動にして出庫に当たりました。この影響で地下鉄の箱崎線と空港線、接続する JR 筑肥線で合わせて35本の列車に運休や遅れが出て、およそ2万人に影響が出たということです。トラブルは午前中に復旧しましたが、福岡市交通局で詳しい原因を調べています。一方、JR 九州などによりますと、午前6時45分ごろ、JR 鹿児島線下りの博多発荒尾行き普通列車内の床に白い粉が落ちているのが見つかりました。JR 九州は不審物と判断し、列車を筑紫野市の春田駅に止め、警察が白い粉を回収して調べたところ、ラムネ菓子のようなものとみられるということです。列車は清掃のため運休となり、また上り普通列車1本も運休し、合わせておよそ400人に影響が出ました。